ヘイヒベルク。ヘイヒベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ軍の市場長である。ヘイヒベルクは、東の町境を直接ビュルツブルグと接している。この町は、公式には、ヘイヒベルク地区単独で構成される。ヘイヒベルクは748年に、初めて文献上に記録されている。 遅くとも17世紀末から18世紀初めには、この町にユダヤ人家族が住んでいた。彼らはユダヤ人墓地を設け、1721年にシナゴーグを建てた。このシナゴーグは1938年11月の排斥運動で突撃隊によって略奪され、1951年からはプロテスタント教会として用いられていた。 教会の入り口に記念プレートとユダヤ人墓地の記念石碑がこの出来事を今日に伝えている。ビュルツブルグ市教領の一部としてヘイヒベルクは1803年にバイエルン大公領に世俗化された。その後、プレスブルクの和訳1805年に基づきトスカーナ大公フェルディナンド賛成によって創設れたビュルツブルグ大公国領に移されたが、1814年に 最終的に、バイエルン王国領となった。1990年7月27日にこの町は、州内務省から、市場長のタイトルを与えられた。ヘクセンブルーフ地区では、魔女の家系が行われていた。1950年代にこの地区の開発が始まった。それ以前、この地域は、軍用地であった。また、19世紀まで石灰を産出する古い、石切り場でもあった。 これらのことからヘクセンブラッチという地名が付けられたのである。主張はペーター・シティヒラーである。連邦道 B7 号線と B27 号線がヘイヒベルクを通っており、一部はバイパス拡張区間になっている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A3 号線のビュルツブルグイコールキストインターチェンである。ハウプト・シュトラセのカルビンケル停留所には、 ビュルツブルグ郡の西部及び南部を結ぶ多くのバス路線が発着する。ヘイヒベルクへはビュルツブルグ中央駅からバス路線17、18系統が20から30分おきに運行している。見どころは人工水路や泉が巡らされたアルトールト中心部だけでなく歴史のあるカトリック教会マリエ・ゲブルト教会もある。ゲストハウス ダムの歴史的建造物群は詳細事情、クルツールシュテューブレ文化の小部屋となっている。ブルンネン通りの人工水路が設けられた町の上部には2005年に新たに修復された旧ユダヤ人予備校がある。ヘクセンブルーフ地区にはスポーツ、音楽、メディアの複合施設マインラントハレがある。ここではドイツ全土で知られている。 芸術家による催し物が不定期に開催されている。マインラントハレの周辺地区は公共のスポーツエリアでサッカーゴールやバスケットボールのゴールなどが用意されている。コンゴーリンが隣接するバルトビュッテルブルン、キスとチェルアムマインとの境界を成している。ここでは年に一度ヘイヒベルガーグレンツベクバンダーターク、ヘイヒベルクの境界森散策の日が開催されている。 ヘイヒベルクには図書館がある。この図書館は図書館ランキング人口1万5千人未満の部で6位にランキングした。最近ではオンライン検索サービスも開始された。キューブユルツブルク通り沿いに何キロメートルも続くキリストの道行きがあり、7体の祭壇風のキリスト十字画像が祀られている。最初の3体の皇帝は ビュルツブルグの新域内であるが、4体目から7体目までは、ヘイヒベルクの町内にあたる。ビュルツブルグのマリエンベルク要塞の給水の一部は、かつて、ブルンネン通りの頂上を水源としていた。ヘイヒベルクには、様々なレクリエーション施設がある。ヘクセンブルーフ地区には、例えばマインラントバーと、サウナもある屋内、屋外プール施設があり。 その近くには18ホールのミニゴルフ場もある。スポーツ施設では、この他にも草サッカーのためのバルトシュポルトプラッツ、森のスポーツ広場がある。また、サッカー連盟非加盟のサッカーゲーム用の、ボルツプラッツと呼ばれるグランドがシェッカーツ・ウィーゼにある。このスポーツ施設には4面のテニスコートもある。ヘイヒベルク周辺で最も有名な遊歩道は、ナウーアプファート、自然の象形である。 この遊歩道は、オーバーツェル修道院をスタートに、州、アリモリや、超有林を通って、隣町のキストのエアバッハ方フまでのルートである。遊歩道沿いには小さな湖が6つある。遊歩道には、フランケン地方全土規模のものや、シュタインバッハタールの遊歩道もある。出発点は、ベックツムクロイツ通りの端にあたる、クロイツレである。バインバンダーベク。 ワイン遊歩道はワイン愛好家でなくとも楽しめる自然とワイン、ブドウの遊歩道である。バルトシトラーセの駐車場からアレーベクやヘクセンブルーフェクを通ってマリエンベルク要塞のふもとのブドウさんを抜けてブルカルダー協会に至る。マウンテンバイクファンには石切り場に初級から中級用の短いコースやスウィンランプが設けられている。夏休みには シェッカーツビーゼに近いの原に、青少年用のヒュッテ村が毎年作られる。マインラントハレの他にも、この町には、体育館がある。TGH ハレである。この体育館は、アルトールトのヤーンドールにあり、一般にはヤーンシュポルトハレとも呼ばれている。ヘイヒベルクの町のマスコットは、クラックと名付けられたカラスである。マインフランケン地方の言い回しで、 ヘイヒベルガークラックンとも呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。